2代目 RX7FC3S を作りました。3D モデルの作成にはブレンダーを使いました。全長を 65% にしました。ショートカットコマンドは SY0.65 です。高さ方向は 120% にしました。ショートカットコマンドは SZ1.2 です。タイヤハウスの修正をしました。後輪は 1.2 倍に拡大しました。3D プリンターはエニーキュービックフォトンモノです。レジンはワンハオの水洗いレジンを使いました。サポートを取り除いてから二次硬化しました。レジンを節約するために空洞にしています。液抜きの穴も忘れずに開けました。塗装前にウィンドウのマスキングをしました。最初にプライマー密着ロンを吹きました。これがないと塗膜がよく剥がれます。タミヤのサフを使いました。すごく見づらいですが、白サフの上にアイボリーを塗装してます。タミヤの塗料 LP39 レーシングホワイトを切らしてしまったので、白とダークイエローで似たような色を調色しました。テールランプを塗りました。相変わらずフレームアウトやピンボケが多いです。残念。手抜きでオレンジなし、赤一色です。相変わらず手が震えてます。はみ出したところは後で拭き取ります。耐久パーツの自作でカール用紙でナンバープレートを作りました。頭がフレームインして邪魔でした。残念。小さくて見えづらいので、どうしても顔を近づけたい。
ゴミが見えます。取れました。真鍮線を切りました。今回は瞬着の代わりにレジンを使ってみました。強度は期待できないかもしれませんがお手軽です。シャシーへの取り付けにはゼリー瞬着を使いました。ここで光硬化レジンを使わない理由は単に、裏側に UV LED ライトの光が届かないからです。完成です。ご視聴ありがとうございました。